日はブルーボッサをお届けしました。私はこのボサノバを聞くとなんかすごい夏っていう感じがするんですけど、皆さんどうですか？やっぱりこのラテンミュージックのノリがなんかこう血が騒ぐんですかね。こうしたボサノバやジャズっていうのは私はまだまだ修行中の身なんですけれども、まあ、どうしてもね長くクラシックをやってきてるので、どうしてもこうちょっとノリがちょっと違うなって言われちゃったりするんですが、まあそれでも昔から私いろんなジャンルの音楽やりたいなっていう気持ちは昔からあったんですけど、でもやっぱりクラシックもまだ中途半端だし、でジャズとか他のジャンルの音楽やりたいんだったらやっぱちゃんと勉強してからじゃないとってずっと思ってここまで来たんですけど、でもこの年まで来て、あ、私このままだと多分何もやらないで死ぬなと思ってでやっぱりその勉強ももちろんしなきゃいけないんですけど、で私の場合特にあのとにかく弾いてとにかく歌って、でこう体になじませないとつかめないできないタイプなので、もうとにかく最初はもうコピーでもいいから自分の好きなね、もういろんな音楽をいろんな音楽にチャレンジしていこうと、そういう考え方に最近変わりまして、でここでもいろんなジャンルの、ね、音楽を披露させていただいてるんですけど、やっぱりこう人前に出すっていうプレッシャーもかかるとやっぱりちょっとモチベもグッとこう上がりますので、ここ恥を忍んで、いろんなジャンルに挑戦させていただいております。まだまだねお聞き苦しいところもあるかと思うんですけれども、私の修行にお付き合いいただければ嬉しいです。はい、これからもいろんな音楽をお届けできればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。あとあれだ、お盆休みにライブ配信するかもって言ってたんですけど結局できなくって申し訳ございませんでした。ね、楽しみにしてくださってた方もいらっしゃったのにすいません。またね次の機会をぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。まだ決まってないんですけど惑星の全曲配信コンサートも今ちょっと考えてまして、まあ、まだちょっとこの YouTube アカウントでやるかどうかは分かんないんですけど、もしかしたらここでもう公開するかもしれないので、ぜひそちらも楽しみにインフォメーションをお待ちいただければと思います。よろしくお願いします。それでは今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンなどぜひこう頑張ってねの気持ちで押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。レイナでした。さよなら。